式会社法ショールームより麻雀連合関西による無双をお送りしております。引き続き3回戦の模様をお送りしたいと思います。最初にですね、ちょっと順位を確認したいと思います。清水がトータルトップですね、現状。あるんだ。はい、プラス 14.8、2着に麻生ですね、プラス 11.1、はい、3着に高井プラス 8.0、はい、4着が小林マイナス 33.9 となっております。清水がトーナメントリーダーですか。トーナメントリーダーなんかちょいな。だから初めてやな、はい、初めて？初めて。清水が強いとこ見んの？いや、まあ、あの、2回最終戦始まるときにトータル1位なの、うん、まあそうですね、うんうんうん、なかなか見ないですよね、はいまあ、はい、というわけで今のところ現状3人の着順勝負と。まあそうですね、まあ、はい、全く分かんないです、はい、まあ分かりやすいですよね、そうですね、3人いると。そうですね、着勝負で、小林は？小林の条件は大体イメージ4万点差です。ざっくり4万点この3、あ、そうかそうか、上3人がほぼ並んでるんで、誰が上とか関係なく、大体全員と4万点差ぐらいつけたら、みんなに4万点差をつければ、自然と優勝という感じですね。はい、なんかないですよね、細かい、うん、全然わかりやすい、細かい条件はちょっと後々、まあそうですね、はい、言いたいと思いますので、では3回戦、はい、準備よろしいでしょうか。誰がちっちゃだ、まだわかんない。ああ、わかった、こっちが伸びて、こっちが伸びて、たぶん清水、小林君はそうじゃん。違う、あれ清水、高いですね、高いでしょ、高いが小さですね、高いが小さでしょ、あれ小林、あれ清水だ、あの手の動きが、清水や、清水が争っております、ね、高い、麻生、小林、清水の並び、そうですね、はい、では3回戦始めてください。あのお腹出てるの清水や、あの青いね、可愛いネクタイ、清水さん、初戦田のうちに2戦目麻生どうする、麻雀連合、まあ、麻雀協会が強いという話ですね。協会、協会だけ、全部協会だ、はい、はい、はい、ではちーちゃんに高いドラは9万です。ドラ9万、1枚あります。1枚あります。白統一です。さあ、夫婦対決プラスアルファ、さあ、夫婦プラスアルファ、プラスアルファが頑張るかも。はい、まあ、でも、まあ、頑張るな、みんな頑張る。清水さん、ちゃんとほら条件残して、まあね、燃えてる、燃えてる、ね、うん、まあ最後、そういう意味ではいい上がりでしたよね、最初、まあ、めちゃくちゃ大きいですよ、大きい上がりでしたね、あれ、あれ、ん、なんだこれ、あ、そう、ちゃんと3色決まればすごくかっこいい手だ、3色なんか清水張りの、え、4000、8000まであるんですか、うん、かっこいい形になります、4000、8000ある、つも純ちゃん、イーペイコー、3色ドロドロね、もう9万2枚引く条件ですけど結構厳しい条件です、結構厳しいね、最高系はそうってことですね、最高系、最高系ね、まあでもハネマンは見えそうですよね、うん、泣かない限り、うんうんうん、泣かないでしょうからね、ヤスはなかなか、まあドラ重なった時だけとか、そういうことですかね、漫画見えるぐらいやから見てもいいけど、そうですね、もう、うん、お、違うわ、全く違いますね、何やったの、3かな、3が欲しいんやけど3違い、3違いでした、うん、小林も初が統一、そうですね、小林、おドラ、ドラですか、切る覚悟、おまさかと流していくの、ドラキラになる、イーシャンテンですね、うん、ペンチーマンでもリーチかな、何でもリーチするんじゃないですか、はい、ここにチーマン1枚しちゃった、リーチするんですか、誰、え、清水さん、清水は高井をするんじゃないかな、ですよね、清水さんは、清水はどうだろう、清水はそうしないかもわかんないですね、ピンフのみですよ、はい、する必要がないかもわかんないですね、これ逆に、お前、はい、小林が協会表示になってます。トレード。移籍。トレード。麻生とトレードです、ね。麻生とトレード。でかいトレードだ。これいいトレードだな。マージャンね。そんなことない。そんなことない。だいぶひどいぞ今。そんなことない。今ひどい。トレードしたのか。いやいや、ああ、また、またトレードされました。元に戻った。戻っちゃった。出戻り。出、はい、戻り。出戻りって表現悪いね。清水、いいシャンテン、お、使える、使わない、もう使わない、しかもパワー1切っちゃってる、パワー1を振りてなんで、あ、もうね、2枚、さっきも G1 切ってるんで、高いも使わないって、うん、使わないっていう、やめにゃめ、うん、ここいいシャンテンなんですけどね、決まったらかっこいい、なんか断る、だから言いがりにはね、言いがりいらないって、代表代表から断りが、さあ、いいシャンテン、断りが、そう言わず、どうだ、隣、
三層も2枚打たれたんですね、これ。あと1枚ですか。あと1枚なんですよね。これもさすがに。よっ、重なった。お上手。ジャーリーチか。ジャーリーチはあるかもわかんないですね。これ、麻生さんはどうすんの。麻生さん3品も泣かなきゃいけないんかな。でもラス三層が出たらさすがに、まあ、絶対。いや、三層だけは絶対泣くんですけど、3品をどうするか。3品も泣くんじゃないか、もう。ただ順目的には3枚見え、ペン三層。まあ、それでも泣くんじゃないか。泣くか、もうこの終盤は仕方ないか。終盤は泣くでしょ、さすがに。もう終盤引かないっすね。三層が出ちゃいましたね。お互いに飽きた。これはリーチだ。リーチいいの引いた。2000ウォルフ。ウーパーピンのリーチがありました。ペコリーです。ペコリー。ペコリーって何。いいペコのリーチも。順からペン三層。まあ、しかもね、いい。テンパった。まあ、順からペン三層で。しかもチーピンがね、はい、早めに切ってるんですよね、これ。すごい。パーピンが。さあ、詰まるか。5枚目の酸素ない。5枚目の酸素。酸素。酸も出ちゃってるのか。そう、そういうことです。イソコはまだあんのか。イソは。イソコ残り1枚。3ピンいった。まあ、逆に言えばリャンソーイソがまあなんぼでも通るんで。とりあえず急速ポンしたいですよね。うわ、これやばいやばい。いや、まあゲームついた。ウーパーピン。落ち着いた。結構いる。あと3枚。急走欲しいなぁ。もうリャンソイソイっか。ここはさすがに。あ、どうしよう。いや、行ってもおかしないでしょう。サンキュー。さあ、リーチペーコ、3900の上がりとなりました。テンパイ量欲しいんで。まあそうですね、ちょっと頑張りたいなぁ。あと3回というのをどう見るかですよね。復活しなさそうな、もう3回やったらもう無理かな。押しとこうみたいな。難しいところですね。3回分難しくないですか。ちょっと遠いか。遠いかなと思う。遠いかな。残り1回なら押す。残り1回なら押したいけど。2回は。2回でも、でもウーピンでしょ。まあそうですね。ウーピンにくっついたらいいんで。っていう考えがあるんで。復活のしやすさはある。復活がしやすいんで。急走とか、急走取ってなかったか。いや、リャンスイソでいいよね。リャンスイソ。リャンスイソ。もうほぼほぼ安パイ。続いて、もう1回。そうそうそう。まあそれの自分もこう、どこを、そうなんですね、どこかっていうところですよね。その意外と高かったというか、サンキューってまあまあなんで、まあ、意外と、ね、まあ高いってことはないですけど、まあ、高いならまだしも、そうなんですよね、高いですもんね。7800差がつくんでね、今まで。さっきのシャーナイのシャーナイを言ったんですけど、高いですからにはいいんですか、今。え、なになに、私ギャグこれ高いですからにはいいんですか。あー、ほんまや。なになに、わかんないわかんない、高いですから高いって。さっきと一緒ですよ。さっきと一緒ですよ、完全に。全く無意識やった。気づきやがった。やばい、リーチ。高いの高いリーチです。はい、高ないわ。高いですよ、高いの。高いの高いリーチです。7700ある。どれやった、高いやん、はい、高いの高いリーチですね。これ、スーピンなんです。あの、カンオーピンなんですね。カンオーピンやね。もう3色とかいらんねん。カンチピンじゃないですか。ほんまですね。これ。まあでも、カンチピンよりも2ピン引いた時のカンオーピンの方が出上がりやすいとかありますよね。そうなのか。中筋の方が、中筋の方が、まあ、そらそっちの方です。そらそう、それは間違いないんやけど、まあ糸がないんで、ヤンピンだって自分に前も使ってこう引きにくい。あ、まあそう、そらそうだな、もう1枚出てるすっごい引きにくいし、1枚出てるしね。すっげえ引きにくい。だったら積もるならグーピンとかだと思うんですよ。なるほど、この順目で7より5じゃないですか、積もるのは。そうなの、5は積もりやすい。でもここに2枚あるよ。逆に出るなよ、ですよ。逆に出るなよ、俺積もるしなって。そうなの、ダジャレリンゴって言った。え、そうなんだ。やばいやばい、清水さん、こうしてる場合じゃない。すごいね、清水医者って粘ってますよね、はい、粘ってる、そうなんですよ。あ、そう。でもこれ引かれちゃうとかなり、ね、清水夫婦に、清水夫妻にかなり厳しい割って入る男、そう、高い、厳しいことになりますよ、これ。夫婦あ、テンパった。うん、パーソン急走、サクッと積もれへんか、パーソン急走。まあ積もれば上がれるんでね。積ものみでいいよね。この局面だけにリーチもあると思うんですよね。なるほど。なるほどな。一発勝負。はい、もう普通は多分全然いかないですけど。まあここさえ流せばっていう気持ち。ここさえ流せばというか、ここ積もられると相当痛いんで。相当痛いんよね、ほんまに。これ積もったら4000ホールとか言っちゃうやつ。3900ホール。かなりやばい。ここはなんか身を挺してでも、かなりやばい。追っかけるという手はあると思うんですよね。勝負どころと踏んで、まあ、行きたないですけどね、絶対全然行きたないです。これで、これ行きますか。
それパソパソ切るよ。行く価値がある。あ、価値はあります。この価値は。これは負けないですけど、絶対。価値、価値は。これはもうこっそりともローソン。拾いたい。ローソン拾いたい。ローソー現物なんで。はい、これこっからあローソン出るか。これ出る。もう一回。とりあえずね。でもなんか小林のローソンなんか使うんじゃねえあれ。あ。どっちも、まあ、ローソンの方が現物切ったフリーですね。うん、そうですね。フリーですね。今ですね。何そのフリー？ここのローソンが。いやー。キューピンは現物なんで、現物がもう通った後なんで、これローマ引きたいな。もう一回フリーできますからね、うん、高く なる上に。あ、これでローソだ。はい、かわした。かわした。これ大きい、かっこいい。ピンクドライチで先手流れとなりました。清水、これは良かった。この上がりは、この上がりは良かったですね、うん、ね、まあ、良かったですよ。そのトータルトップ目が流れて明日の内番となりました。トーン2曲です。そうですね。清水どうしたん。どうしたんって、まあ、清水強なったんや。強なったんや。いや、もともと強いんやけど、まあ、いいとこがね、なかなかね。今は雀作でもまあまあええとこは今日は見せてますよ。今日は見せてますね、さすが。さあ、ドラマイーマンです。お、麻生さん、いいぞいいぞ。麻生いいですか。いいぞいいぞ。麻生いいね。ダントツいいぞ。麻生いいです。うん。あ、でも高井もいいです。まあ、高井もいいですか。高井もいいですね。高井めちゃくちゃいいな。高井めちゃくちゃいいな。高井、これメグミルクっていう。麻生、麻生いいとこ引いた。ずっと良くなりますね、これ。麻生3万を引きました。すごい。あとは頭や、頭やね。頭がない。うわ、軟弱になってきた。ちょっとこれ麻生がいいやけど。ぶつかるとかじゃなくて、もう高井の方がかなり早い。ほんま？まあまあそうですね。でも、いや、高井メグミルク。メグミルク？うん、これ完全メグミルク。うわ。リーチしはった。メンタンピンにしたいんですよね。まあ、まあはい、もう別に。まあ当然ピフのみと考えてもいい。これもう絶対追っかけられるわ。追っかけますね。追っかけます。ただ別にそれまでイースーピン上がりが全然あるんで。ありますけど。イースーピン、あれ？イースーピン少なくない？あ、これいいな。これは。いや、まあ、まあ、いるし。あれ、ドラか。ドラすよ。ドラなんか。むしろ嬉しいわ。イースーピン2枚しかないよ、あと。2枚しかない。これ。清水の一品とかも危ないんで、もはや。もはや。危なくないですか？もはや。今。何引いた？何引いた？リーチ。曲がった。イースーマン。イースーマンなんすね。へぇー。まあ、イーマン引いたらでかいっていうのがあるんで。まあ、そうですね。そういうことですね。3900ゴール。そういうことか。僕、結構イーマン切っちゃいそうだな。ん？今、何切ってるって人ね。イーマン3枚もいるの？イーマン2枚。はい。2枚です。これは、うわぁ、イーピン50。うちー。うちー。あ、イースーピンのが少なかったのにな。リーチピンフ。2000点流れてありました。高い。まあ、ジャンウーマンにしても、まあ結局、いや、まあそうです、そうなんですけど、まあ、そうなんですけど、その前に決着を取ってますから、そうですね、買いなしですね。なんでしょうがないです。あ、別にしても、はい、いや、イースーマンにしてもいいんじゃないですか。今がね、なんか僕はひよってまゆんで現物切っちゃうんですけど、なるほどね。まあ単位確定なんで、一応いい判を確定してるんです。2000オールか。はい、まあでもなんか、まあここ勝負どころって考えてたら全然点数ないですからね。イースワンも全然ありですよね。全然あり。三強イースワンの方がいい気がしてきた。イースワンの方がいい。いい気がしてきましたね。さあ、トン三曲に入りまして、親番が小林となりました。全然しょうがない。すごいペ。と積極的。小林の親番は。小林の親番はもうどうでもいい。どうでもいいっていうか、麻生にとってはもうね。そうですね。まあ、ちょこちょこ小林ひどいです、ね。ひどくないよ。全然ひどくない。いやいや、松井さんがそんなひどくないよ。うん、もうこの状況がしょうがない。いや、まあそうなんですよ。うん、麻生にとってはね、はい、もうサクッと流したりし、サクッと別に流す必要なくないですか。ドラが1枚あるので、でも最悪ドラが流さなくてもいいよね。別に麻生は別に良くないですか。流さなくてもいい。麻生点数ないんですよね。確かに高くしたいね。清水高いは分かるんですけど、高くしたい、ね、重ねるんだよ、ドラを。ここは別に高くしに行き時な気はするんですけど、まあそうか、2差しよいしょ。だから無理やり本一でいいと思うんですよね。無理やり本一ね、だと思いますけどね。これは小
今は小林さんが泣いてる、うん、はい、ダブトンポンですね。あ、ダブトンポンですか、うん、そりゃそうでしょ。なるほど、それはポンですよ。ポンします、それは当然ポンします。もう本一行かないですよ。本一行かないです、本一行かないです。まあ来る範囲によって決めると。行かない行かない、ドラ重なったら行かないし、白髪重なったら行きたいですね。さっきウーマンチーじゃないですか。ウーマンチーですね、ウーマンチーですね。もうこれで、で、老朽層の転売が入りました。まあとりあえず親は流せないんでね、この人は。そうですね。おっと、清水が一応イシャンテン。老朽層めっちゃおるな。うん、もう上がるんじゃないですか。上がりそうですね。上がりそうですね。うん、7枚います。7枚もいてんの？そう、絶対上がるでしょ。6枚か。6枚でも上がるよ。老朽層、いい街。いい街ですね。リーチするかな？しない。まあ白なんだよね。白なんでね。白ポンして。白ポンしてっていうのを考えてるんです。の方がいいかな。パーマン切って両面の方がいいかな。パーマン。違う？いや、切るかもわからんよ。それは。いや、全然あれですけど、小林に切れるかどうかという判断で。パーマン、パーマンがね。もう。さあ、数万切れるかな。行きましたね。でも、ウーマンチーしてるんですね。まあまあ、そう。いや、ウーマンチー、白パーマンは全然危ないですよ。数万いけるんですけど。じゃないですか。ふーんって。ふーんって。昔パーマン切ってました。さあ、ドラ。もう屋根やろうと思ってしまいそう。さあ、ドラ切れた。あおった。いいペコを見た。ドラ切れただけに押す手もありましたけどね。ジャンピン。止めましたね。3ピンは行くね。あ、これはいいペコに。やっぱりうまいこと言ったね。行きましたね。そんな清水は。さあ、高いテンパイ。高いテンパイありましたね。高いテンパイの見てなかったよ、高い。今上がりました。はい、上がりましたね。さあ、P4? うわ、痛いな、これ。何？先点？先点ですけど、痛いっすね、小林。もう痛いっすね。親が。小林は超痛いっす。親がなんか10巡目ぐらいでね。小林だけ痛いですもんね、これ。小林は超痛いです。他の2人はまあ、ええかですけど。まあ、しゃあないな。やけどせずに済んだかなぐらい。そうそう、まあ、小林は超痛いです。メルちゃん強い。さあ、ラスですね。清水の矢番となりました。ね、なんかめっちゃ前になってますよ。はあ、高いが高いが。ね、ほんまほんま。結構参加型やな。はい。ドラはチームンです。参加する1回清水がいいんじゃないか。清水いいんじゃないか。初統一。もう2差しとか狙わんでいいから普通に打とう。2差しね。まあ確かに狙う可能性はあるタイプですけど。狙わんでいいから。ドラがチーマン。そうなんですよね。ドラがチーマンなんで一応受けはある。うん、メグちゃん強し。うん、強いっすね。1回戦、2回戦そこまで目立ってなかったですよね。1回戦では卒の中があったイメージ で、ね、2回戦は割と消えてましたけど、高い、高いね。あ、ちょっと手入ってなかったですもんね。スーピンタンキーぐらい。そうですね、かっこよかった。スピタン、なんかチートイツタンキーでぐるぐる回して、そう、あ、そうにドラが1枚。こういうのはコメントしない。こういうのはコメントしないですか。別に良くないですか。嬉しそうに、いや嬉しそうに、いいんだよ、挟んでもこういうの、そうそう、突っ込んでいいんですよ。僕はヒロおかしないですか。嬉しそうだけど、教えてって、教えてくれやがって、田村に教えて、まだ上から来て、なかなか今いる、これ、田村に教えてくれとか言うの似てない、そんなの。そうやな、だいたいいつも見てもまたお前かとか、そんなんやから。田村よやけど、言い方が今いる。それでもだいぶ言い方が田村よやけど、今期のおすすめアニメ教えてくれ。まあ今期はニューゲームの2期がね、え、ニューゲームが好きなんで、はい、それがいいです。なニューゲーム、はい、もうそこは別に広げんでいいでしょ。ニューゲームが好きなんだね。ニューゲームらしいですよ。うん、ニューゲームね、まあ、じゃあ教えてくれていいし、それは教えるほどの、いや別にアニメ教えるほど詳しくはない。これもうめっちゃいいってなってますね。小林純ちゃん、はい、純ちゃんです。ここでもまだパーマ持つんよね、やっぱ清水って。清水ですよね。きた、ディーチ。すごーい。サハネマンですね。これ9万以外は見逃すんですね。まあ当然見逃すですね。ローマン見逃すです。出てもハネマン。でも9万山よんちゃいますか。山さんですね。山さんですか。これ9万積もるんじゃないですか。どこにいるの ?9 万1枚。麻生が切ってる。9万。かっこいい。ほんまにここまで来たんや。
ローマ。ローマね。大丈夫。さすがにこれは打ちたいですね。高いですもんね。うん、そりゃ。大丈夫なやつ？急速って。急速大丈夫なやつじゃないやん。大丈夫じゃないっす。大丈夫なやつじゃないやん。うん、場合によっちゃ。切れてる？高い。ええ、阿蘇でしょ。阿蘇か、今の。阿蘇か。阿蘇、ゴロチか。はい、うん。ゴロチなんですよ、そう。全部行くな、これも。全部行く？行く。でもそうですよね。怖いですけど、まあでも阿蘇ももうビハインドなんで。そうやね。いかなチャンス手がいつ回ってくるかわからんからな、次。負けてる方なんで、うん、行くしかないですよね、これ、ゴロチ。ローチ、筋、ドラ。筋&ドラ。筋&ドラですか。はい。筋だけ。あ、現物だ、現物だ。あ、現物か。現物です。え、チーマン、あ、現物か。シビズが泣いてるのか。何来た？ヒューマンか。ヒューマンか。リーチ。単品ドラ1、3尺。ヤンパーピン。旦那よりだいぶ男前ですね、これ。だいぶ男前？旦那より。ヤンパーピン。あ、ここも天パイ。うわ、来た。テンパった。旦那、男前じゃないですか、これ。チーピン。すみません、安め安めですけど、まあ2000、4000です、うん、男前ですよね、男前ですね、これかなり男前ですよね。旦那の今のあのちょっと回るところだったら余計に面白かった。キューマイトラックキューマス、キューマにいたの、キューマ深かった、まあ、深かったね、まあそうですね、キューマをなくね、さあ、2着に、うわもう一気に来ましたよ、しました、そう、うん、旦那すぐ回ったか面白かったですね。そうですね。男前の嫁入が見えてからの回る旦那みたいな。ちょっと面白い対比でした。そうですドラマ三品ですね。何入かな。はい。何トップ目の高いが。かっこよかった。ほんま超かっこよかった。超かっこよかった。迷いがないのがかっこよかったです、ね。かっこよかった。ノータイムでしたからね、全部。うん、かっこよかった。ヘッハリー旦那との2人現状トップなんやけどな、家での立場めっちゃ面白かった、誰か泣いたぞ、パックを清水、はい、ここは今度は俺がして、そうですね、高井の親番なので旦那たる遺言を見せるから、そう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 、はい、この展開は早く終わりそうですね。そうですね。上3人がまた競ってるから。まあ競ってるからね。頭も拾い合いですよね。そうですね。あとは手数の勝負になりそうですもんね。まあ手数の勝負になると清水不利だね。ですね。めちゃめちゃ不利ですね。まあでもこういう清水がおるからね、今。はい。一三点。ですね。いいよね、この2000点で2000点とかで上がっていって。そう、2000点のテンプ、イシャンテン、そうですね、2000点イシャンテンです。さあ、親番の高いは親番の高いはちょっとね、ドラが1枚ポツンとあります、もう目いっぱい、そうだよね、ポンもできる、ポンしますよ、うん、これこうポンします、ポンしました、ポンしました、はい、そうポンしてカンニャンピ、じゃあカンニャンマン、ここに2枚、2枚ありますね、高いに2枚、お、山に、なれた、山に2枚、そうですね、山にもですね、まあでも出てきそうですからね、そうですね、いらない人はいるんで、うん、小林とかです、小林が麻生はいるけど高井はいる、高井もいる、麻生はもう、麻生はちょっと、まあ、まあいるかもわかんない、すぐには出ない、うん、すぐには出ないですね、小林はもうとりあえず出ますね、でも2万、小林3万貸してるから、あ、2万あった、小林はどうするんだ、あれ、そうなると高井がちょろっと危ないか、あ、チート打ちだった、あ、これはで、これ出ない、まあでもアンコなったら出ますけどね、ここはスーソ、スーソでしょう、ここは3色はもういいか、3色はもういい、とりあえず手広さか、清水に切りたくないかな、そう、開けちゃった、まあ、いや、手の手の都合でしょ、そうです、都合です、あ、これはまだ行くか、まだ行きましょう、まだ行くか、別にもう、あ、行かない、行かないか、ちょっと遠慮気味、一応もうテンパってるのは、うん、かりながらテンパってると思いながら打ってるんで、あ、ドロップついた、今更、今更し、あ、ここは打ちして、そう、手数、手数やね、多いね、やっぱりね、さあ、そうもテンパイ、清水もテンパイ、あ、こうなってきた、これはもうします、ちょっと行こうか、どまだシャーか、シャーか、まだシャーか、まだ遠慮するか、清水が積もるか、ただこれチート原理になっちゃいますよ、うん、あ、すげえチートテンパイ、ドラドラテンパりました、え、すびなぎ
私がポン行った行きましたね本質取り取りあ、これ言った嘘だった、はい、さあそうに補充となりました、はい、でも先点ですから、まあ、高いもまだまだ先点で問題ないんで、まあ、清水さんもですよ清水もお互い、みんな問題ない、まあ、はい、高いが上がると決まっちゃいそうな感じの、はい、形になってましたね。こうなるとラストヤフリーですね、うん、これはラストヤフリーあっさりとみんな先点とかこの限界はラフリーですよね、うん、結構2人がね、上がれるような条件で来ちゃってるんで、うん、まあ、1対1になればだいぶ有利なんで、ね、あの楽なんですけどね。うわぁ、そう、メグミルク、これメグミルクじゃないですか。これメグミルクですね、結構、はい、まあ、ドラがないだけっていう感じか。そうか、まあ、でもメグミルクはメグミルク2000オールからですね。ここはなぁ、もうなぁ、なんじゃこりゃ、これはしんどい。高いわ、ここもしんどい。あ、でもまあちょっといいとこ引いたけど、うん、しんどいね。ただしんどい。まあ一応ドラがリアンスなんで置いとくか。まあでもほんまは対応にしたいですけどね。メグミルクってね、ハイパーに恵まれてる人のことをメグミルクっていうのを高橋さんが名付けましたね。メグミルクです。まあそうですね、対応があるだけでもですよね。あ、そう、あ、そうね、うん、いいシャンテンやん。いいシャンテンですよ。なるほど。ただまあ卓上勝負なんで、なんか現状のトータルポイントがあまり関係がないという、ね、そう、トータル関係ないですね、はい、うん、もうこの3人今のハンチャーのポイントだけですね、はい、一番上の人だけっていうんで、うん、そうですね、はい、っていうことですね。ドラ引いても単用になってもどっちでもいいですよね。まあドラ引いたらどうするんだろう、どうするんだっしょ、どうするんですか。ドラ引いてカンジャンスこれ引いたら、あ、そうですか、ここはもうやめましたね、単用しましたね、うんうん、まあそれもう別にリーチも分かったんですけどね。まあ、ドラ引いたらリーチするんでしょうね、はい、多分。お、清水、ペンチーピン。え、ペンチーピン引いたんですか。ペンチーピン引いた、清水。おっと、リャンメンにするか。まあ、いいんじゃないですか。リャンメンでいいんじゃないですか。単葉、はい、うん、よりは、うん、上がりやすさ、とりあえず。上がりやすさというか、まあ、受け入れを考えて。受け入れ考えて、リーチ、いつ行けにリズム単品とかでもいいんで。でね、まあ、高め単葉に。はい、なりますからね。そら親で一撃決めれるときは、それは決めた方がいいです、ね。メンズに行きたいんで、うん、泣くことよりも、うわ、これしょうがないっす。いや、こんなん無理っす。しょうがないっすね。ヤンマンリャンマンがどう見えるか。ヤンマンリャンマンで今は出やすくなりますけど、まあ、あんまり今で上がりたくないっすね。まあそのためにからぎりですからね。うわ、フリッテンでも受けるか。そうやね、お帰りがあるからね、うん、もうちょっと小林君はちょっと高い手を作りに行ってます ね、 ですね。いいピントはなかったですね今。さあこれで良くなったね。先に4面決めたら決めましたね、はい、さあ、どっちだ。まあ、イーソー切ってる、イーソー切ってるけど、やっぱりドラを残しましたね、はい、まあ、打点が欲しいですもんね、少し、まあ、ルーに越したことはないですよね。そうですよね、まあ、何でも上がりたいんですけど、まあ、接戦で上がってもやっぱりまだ相手は楽なんでね、はい、うん、何でも上がりたいが、それはどうせならっていう、どうせならですよね、うんうん、ちょっとでも楽するために、はい、後々のことかな。連覇だったよ、この人チートイツうまい。チーピン短期、チーピン短期、とりあえずチーピンですか。でもピンズでもなんかとりあえずチーピン、とりあえずじゃないんじゃないですか、ね、割とチーピン短期じゃないですか、まあ、まあチーピンいいかも、これ割とチーピン短期だと思うんですけど、あ、今割とチーピン短期です、ね、短期でしょこれ、いいかも、いいかも、良さそうに見えますね、はい、ピンズボロボロ出てるもんな、うん、割とチーピン短期ですねこれ、の山一リーチ入った、フリテン、さあこれでどうだ、椅子そのでもどこまでもチーピン短期で押しそうですけどね。押せるかな、押せるでしょ、どうです、押しましょう、チーピンって親、これは押しましょうよ、いった、まあまあそうですよね、すごい、ちょっと男前、そう、どうした、夫婦対決だ、夫婦対決ですけ ど、 どうするべ、これ男前ですか、うん、上がればこれフルテンリーチしてる麻生も男前ですよね、めっちゃ怖いですよね、もうもう、ああここ上がれない、連れてれば1、2、3、
いや、当たれへんね。5、6、7、1枚。1対1。1対 1? 勝たないかな、多分。どっちを応援してるんですか？え？どっちを応援してるの？どっち？どっちも応援してないですか？いや、もう、この、そこは早い。この展開を見守りましょうよ。そうですね。あ、なんか邪魔します、ね、いや、邪魔するって邪魔しました、邪魔するって出た出た8000旦那の意地見せましたね。これ出るでしょ、ロピー4枚切れですよ、出ます、これは出るでしょ、出ます出ます、ロピー4枚ですよ、4枚切れ出ます、それは出るでしょ。これで一気に近づきました。おお、成功、伏せれる、伏せれる、伏せれる、ボーラス、なんか清水さんが高いポンポンって言ってる。さあ、熱いんやな、ほら、じゃあまた伏せれる、これ。いや、あのもう一人、小林の親を忘れてません、ご褒美ないから読めます。小林の親を忘れてませんか？こっから長くなるんですか？ほらすって言ってしまって、ごめんなさい。あー、こっから長い、今ちょっと長く、この展開は長引く可能性が、これ長引く可能性はあるんやね。そうか、これハイパー悪く、ハイパー一死しかも、この人小林くん、よっしゃ、小林くんずっといいよね。そうですよね、ドライピンです。1回戦がそうだったもんね。高井さん踏ん張ってって、高井はやっぱりせめてマンツモ圏内にはいときたいですよね。うーん、オーラス迎える上で今121ですか。うん、やっぱもうあと先手で上積みしとかないと。マンガンと400、700、うん、マンガン400、700、了解。300、500でもいいよね。え、さあ何がマンガンと400だ。121差でしょ。ああ、今からマンガン作るってこと。そう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 、あ、そういうことね、うん、ここで300、500でもマンガンでもいいわけでしょ。まあ、それでもいい。まあ、でもそうなると、はい、次伏せるから楽なんか、まあ先にやっぱそうやな、マンの時は先にマンツも考えるべきだと思いますよ。そうや、そうですね、あかん、見て無理やったらでいいと思うんですよ、300、500。麻生さんはやっぱりここで3900以上上がっときたいですよね。やっぱり4000以内の差にしときたいんですよね、このまま。なるほどね、まあ手配次第やと思うんですけど、まあ少なくともそれ以上ができれば漫画ですよ、ここも漫画ですけど、まあ、それ先にまくっておく方がやりやすいはやりやすいですね。まあそりゃそうです。まあ最低条件ですね。A の藤井四段は小林さんのことです。ほんまかいな、コメント読んでくれたはんで、ね、ありがとうございます。何だったのかと思うよね。確かに藤井四段は怒ってこないですか？大丈夫です、ね、大丈夫です、大丈夫です。こんな穏便っぽいので、こんなところで、こんなところで、こんなところで見てないです。わかんないですよ、見てないです、見てないですか？うん、もし見てて将棋連盟が、はい、怒ってきたことないですか？お前と、そうか、まあ残念号、将棋連盟とそんなに繋がりないな。怒ってこないですか？大丈夫ですか？大丈夫ですかね、まあ、あ、大丈夫、伊手さん、谷川先生と谷川名人とその辺が止めてくれる、お友達だから。あ、なるほど。あ、いいじゃん、天小林、小林早いですね。渋川が怒ってくるかもしれない。あ、渋川さんね、難波君似てると言われてますもんね。似てますね、全然違う、まあ、雰囲気は似ないですか？雰囲気、雰囲気似てるかな。めっちゃ似てますよね、なんかでもそっちの方が顔というよりは雰囲気、いや顔も似てるでしょ、渋川君。そう、ここもここはただ多少の打点が欲しいんですよね。打点欲しいっすよ。誰高い？いやいや、麻生、麻生、麻生は高い、高いっす。あ、高い？今の高い？今のね、あ、これ、うん、これは高いでしょ、ヤンピン、ね、うん、そうそうそう、高いも欲しいし、麻生も高い、麻生も欲しいっすよ。麻生はでも本一、本一ぐらいは最低、まあ、そうですね、とりあえずまあこれはもう一杯つけたいけど、こうなってしまっても仕方がないですよね。もうそうですね、まあここはもうここですよね、なんかに攻めてリズム単位は思うんですけど、まあ最低です、まあ、最低リーチ単位を、うまい、パステ見える、7700見える、見えるね、見えたね、うん、見えたね、今俺にも見えました。これで清水がてやめて、やめてんですか？急走ないですか？急走ない、急走一枚切れはさすがにちょっと行きづらいです。怖いか、で、しかも想像本一でしょ、うん、さあ、これどうする？さあ、どうする？これむずいな、パーピンが2枚切れ、それでも残す、うん、そう切りたくないけどね、先にランさあ、先にランソース必要ですよね。さあ、小林もいいじゃんて、自分で切ってるんで、あ、さあ、そうにはしないか、降りてん、さあ、チリンじゃない、あー、あかんか、サンキューになっちゃうか、いや、もうしゃあないじゃないですか、しゃあないね、でも積もったら1200で、1200は大きいから、今69が19になるんでしょ、うん、
戦2戦が戦もう19差は十分なんで、19差は全然 OK です。清水天杯です、はい、やばいんちゃうこれ、あやばいんちゃう、あ出た出た、清水振り転してない、はい、大丈夫してないか心配してたかな、そんな心配、先手流れてないな、してないやろ、そうしてないな、そうしてないわ、清水振り転してないな。さあオラスを迎えました、現状トップの清水川野蛮となっております。さあこれで条件がなんぼさ、なんぼさというか79、15,000差から3,000-6,000か79差、1326足りねえ。麻生は、麻生はな、1326足りないですか、2400、25出てからの今の先手でいけえな、16残に今の先手出てなかった、1326足りたの、わお、うん、いけてましたね。まあどっちも、まあでも漫画ぐらい、漫画系だからね。まあでも1326で無理は結構でかいと思うんですよね。単品つ、とりあえず単品目指せばいいっていうのがなくなるんで、うん、ドラが絡んでくるのが高いになっちゃうから、高山も普通に跳ねそうですよね。高山跳ねつも3,000-6,000ですね。満直跳ねつも満直でもいけますね。7でもいいですけど、7でもそうですね、 OK ですか。7直か、高山は77直か3,000-6,000、うん、麻生は2,000-4,000、そうですね、まあ、16何人でもいいですがですね、怖い人が条件ないかもわかんないかもね、多分ないんじゃないかな。ヤクツもはギリギリいけるか、48、ちょっと今計算します、407、あ無理じゃない、無理です、無理です、無理です、無理じゃないかな。役直は、役直なら当店無理、直は無理ですね、直は無理なのか、誰かが残っちゃうんで、はい、当店無理です、条件なしですね、はい、条件なし、小林は条件がなくて、小林君が残念ながら条件なくなりましたね、はい、まあまあなんか分かりやすいですねこれ、はい、清水は伏せる、清水は伏せても大丈夫ですけどね、伏せてもいいんですけど、どういう手が来た時に上がりに行くかですよね。今条件が、はい、というか割といいんで、1500上がったとてっていう条件がおそらくなるんですよ、まあ、でも1500上がってたら麻生が3000、まあ、誰かが当然リーチってきた時には上がってると思うけど、俺も言いますけどね、1500上がるなら、はい、なんでどの気配がないときにどういう上がりをするか、そうです、ね、先にテンパってしまったときにどう上がるかっていう、まあ多分上がるんですけど、普通に、うんうん、普通にテンパって普通に出たら上がるんですけど、うんうん、おそらく安いっていうならほぼ条件変わんないんで、上がらないですよね、そういうとき、はい、79差って本当に絶妙なんですよ、いいよね、なそうですね、78、1326と39着がギリギリ足りないっていう、しかもロン7700と他のところから7700っていうのも無理っていう感じだよね。そうです、めっちゃくちゃ高いですよ、39ピンポイント無理っていうのもすごいよね、ピンポイントですよね、793、まあ5に作るしかないもんね、そうです、もう5に2,000-4,000、まあ、まあ、うっかりチートイツになった時リズム、現実的に言うとまあ麻生が5に闇転するっていうパターンよね、それだけですよね、それが一番可能性が高いパターンかな。でも多分清水さんは麻生に対して必死に降りるんで、うん、なかなか闇転にしたとてっていう、うん、降ろせ、降ろす、降りる、まあ、リーチツモでいいです、リーチツモ、リーズもドラドラ、はい、リーチツモで2,000-3,900の目標でいいと思うんですよ、うん、そうですね、は、はい、はい、4-5、まあ4-5でもいいですね、4-5ね、まあ1-5-2-9でもいいですよ、まあ関してからっていう話ね、1-5-2-9でもいいですよ、1-5-2-9ね、そうですね、まあ8,000がいけるんですよ、7ダメでも、まあそうですね、79差なんで、1529って何、1529、1529というお題があります、なんだ、なんだ1529、90分、90分か、90分数半です、数半ですね、90分、90分なかなか見ないですけど、1回出上がりしたことありますけど、あそうトイトイトイでんで、上がり、上がるのは結構難しい、解説席の方は大丈夫でしょうか、大丈夫ですよ、大体言いました、今日は簡単めちゃくちゃ簡単、うん、はい、なんかすっごい右上にしたけどそれ大丈夫、これはマクラレフラグじゃないですか、あーこれフラグ、これダメ、あメグミルク4枚だけではいいんじゃないですか、おいいんじゃないですか、これ2冊しがめちゃくちゃ良くなるね、上がった方がいいんじゃない、どうしたこれ、これは分かる、上がるの単品一丁ぐらいないか、ないか、ドラはあるある、ドラはないんで、ドラはね、初ですね、初か、ただ13オールはワンツも OK になるんで、え誰が13オールだと初、誰かあった今、初、小林、小林ですか、
高いに1枚、高いに1枚、高いまんもいいですよ。一通ドラ、え、なんだっけ、リズも一通ドラドラ、リズも一通ドラドラ、メーフォン、まあリズも一通ドラドラでもいいです。麻生は、麻生、麻生がちょっとね、厳しいんじゃないか、今回7、8、9ですね。そうですね、3色ぐらいか。清水さんの名前のやつも上見えてるやん。そうですね。他のタッグから見えてるやん。あれ必死に上げてますけど。必死に上げてますね。右肩上がりだよ。右肩上がりね。さあ、これは難しいですね。差し押し頃もあるんですよ。3品にした。まあやっぱり現実的に7、8、9見ちゃうんだ。全部見るのは両層っていう手もあるんですよ。うん、え、なんでなんで、え、どの、麻生、麻生両層切るの、まあ、どの3色か分かんないんで。 あ、そっかそっかそっか、どこでもどこの3色かいるんですよ、これ単用は関係ないんで、単品意味ないんで。ないね。そうか、分からない時はとりあえず保留の1さ。これは、テンパった。テンパった。どっから上がる？どうする？ツモ1000オールは？ツモ1000オールあんまり…いや、2000残球。いや、2000残球がダメになります。2000、4000 OK です。あ、そうか？はい。もう、でも2000残球ダメは大きくないですか？大きい？大きいでしょう。まあ、そうだね。2000残球ダメ。リズムドラドラがダメになるんだもんね。そうそうそう。じゃないとダメなんだもんね。まあでも、どっからでも上がると思いますけどね。そしたら、清水がテンパイ。上がんない。上がんない。僕は清水さんは上がると思うんですよ。清水はね。はい。いや、まあでも僕も上がった方がいいと思うけど。その上がっ…ダメなのかな。まあドラが初っていう安心感がちょっとあるんですよね。うん、この曲は。でもリズムが…ヤオチューハイの方が19時半。あーって思ってる、これ多分清水。とりあえず関数。差し5、2差し。そうか。2差し、差し5。あ、まあまあまあ、遠いけどしょうがないね。まあそうですね。ローマンでもええんちゃう。いや、まあでもどっちでも一緒か。いや、でもウピンロピンはどっち道いらない、どっちかってこと。 いるでしょ、そっち。ローマンメンツのできやすさはもう一メンツいるんで、うん、一メンツだけど、ローマンでよかったんじゃないの。だから3万数万持ってきた時は、うん、ドラ重ねた。まあでも遠いよね。まあ、でもそこの3色でしょ、リズム3色ドラドラ。これ3色、3色しかないでしょ。3色か1通やったけど、今の言いそうで。まあ、ノーマン切っといて。まあ、リズム初ドラさんも OK です。ああ、そっか。はい。上がってた。上がってたけど。まあ、そうですね。ああ、これは出るか。チートイカも分かった。ああ、これは出ないのかと。あ、出るかもよ。出る。さあ、どうする。上がるよね。さあ、これ麻生延命。これは麻生ラッキー。これがラッキーですね。麻生は助かりましたね。はい。ただ、高値の条件変わるんですよ、ハネツゴが。ハネツゴはダメになるんで、まあ、そう、上がる価値はあるんですよね、もちろん。まあね。はい。高値の条件が。高値の条件は厳しくなる。厳しくなるんで。麻生は2,3900ですね。はい。まあ、16残には消えました。16残にはなくなりましたね。リーチしても、あ、リボ出ても無理ってことか。リボ出てもとかいうから問題になくてね。1,3,2,6。さっき2,3,2,6じゃなかったでしょ。1,5,2,9。1,5,2,9。はい、16残。そうか、普段協会のアソープが脇から7700で上がり、単品ドラドラまくった、嘘でしたっていう可能性があったのか、うん、あったね、まあ確かに、確かに、まあ、アソー分かってるけどね、まあ、分かってるでしょうけど、なるほど、うん、まあ2,3900ですね。はい、まあそうですね、今レでだいぶ分かりやすくなったし、今のはラッキーでしたよ、アソーにとっては。そうですね、高いだけドツボ4されたという、うん、アソーはちょっとしんどかったですもんね。そうですね、あのテストでハイパイがね、あのハイパイだと助かりました、ね、まあ、あと2面つつからなかもね、うん、あれ、あそこからマンズで一面、二面作らないといけないから、あの形だったら。さあ、まあでも、今度は高井もまあ、リッチ棒が出るという読みが、うん、結構あるんで、羽つもを作りに行くという感じでもいい。羽つもで、羽つもしか、羽つも足りないよ。あ、リーボーが出るでしょう。十分はそうが、リッチ、からリッチ棒が計算できるんで、割と。結構計算できないですか。諦めて羽マン作りに行くっていう手もあると思うんですけど。まあ、ね、高井はもうこの曲で終わる可能性が高そう。高い、これは辛い。高井は羽つぼ でも足りないからしんどいですよね。ですけど、なんか羽マン作りに行ってもいいと思うんですよ。まあとりあえず羽マン作っといて、リーチ棒待ちね。いや、まあ先にかけといてリーチ棒をついに出してくれてもいいです。うん、一巡が困るんで、一巡積もれなくなっちゃうんで、先にかけとかないです。なるほど。
え、どういうこと？え、先にリーチした方がいいでしょ。なんで？羽根くん倍満ならないなら、え、そのリーチの一巡が命取りになる可能性がある。高いよ、高い羽根も取れないでしょ。あ、そうですよ。でも先にリーチ、倍満リーチしとかないと。あ、倍満、倍満ね、倍満。ええ、羽根満です。羽根満リーチするの？リーチ、リーチ棒待ちで、リーチ出てからリーチでは一巡無駄になるんで、その瞬間、積もれないじゃないですか。リーチ棒出てから積もる。ああ、その後そ結構ありますよ、その一巡で。高井がリーチって言うたら、直後に麻生がリーチって言う可能性があるってこと、うん、そういうことを言ってる。そうですね、先にリーチって言っておかないと一巡無駄にするんで、その一巡だけね、はい、その一巡だけ。それで結構僕、痛い目見てることもあるんで。麻生のリーチ棒ね、はい、出ると思う。まあ、バイマンの手代わりがないなら先に言っとくし、言った方がいいと思うんですよね。はい、まあまあ条件は分かりやすいです、はい。まあ、直12000ですが、まあ倍積も、もしくはリーボ出て跳ねつも。そうですね、リーボ出て跳ねつも。清水さんがいいんですよ、これ。清水がいいな。また一緒に。まあもちろん、まあ、なんか出ないよ。清水良かったっけ。ほんまや。ここがもうまた789しかないですよね。で、いつも3色か。それしかないのかな。清水いつ何いらなくなりました、下手したら。なんもちもちですね。高いと。ローマンいらない。ローマンドラか。ドラでももうドラか一応置いとこな。もうはい。E ピンか。ドラが重なる可能性もあるから。いつもドラとか。うん、揃う可能性もあるんで。うんうん、うんうん、そうですね、なんか積も条件だから関係ないよ、はい、言ってくれた先にほぼ、まあ、清水さん打つことほぼほぼないですからね、はい、この条件で、うん、ほぼ、ほぼ積も条件なんで、あんまり振り点の振り点って全く ほぼ全く関係ないですよね、うん、一人麻雀なんでこれ。足りないです。足りないのか。うん、高いのがあります。一応羽根マン作っといてやね。そうですね、一応羽根マンの形だけ作っといて、うん、リーボ出たらっていうか、これ来ましたよ。来たよ。来ましたよ。そう、いいシャンテンになりましたよ。どっちから打つ。まあどっちでもいいと思うんですけど、まあ、でもローマン重なった時に、うん、そういうことですね、はい、それだけですね。ローワン重なった時に入れ替えることができて、そこから9ワンパワンとかでもいいんで、闇点でもいけるんで。でも23900足りないんですよね。足りますよ。足りますよ。3900でもいいの。アソは足ります。1400でもじゃなくていいのか。アソは足ります。そっかそっか。さあ来るか。ある。違う違う違う。これはなんかなります。いや、なんともならない。ならないっすか。ならないっすね。ローワン切りますか。一通のパターン、一通のパターンって今 E ピン切って、でも E ピン切っちゃったな。 E ピンが3枚飛びでもうないんじゃないですか。もう真珠か。真珠しかないような気がしますね。何が発生でしたっけ。キーマンとパーピン。そうです、うん、え、なんかいそうだよ。いそうですか。キーマン3山だよ。いてればいい。パーピン、パーピンが、パーピンが欲しい。パーピンの山1、パーピン山1、チーマン山3。パーピンが来るかどうか。パーピン山1、山1、山3ですね。山1、山3。山1、山3。全然先に来い。先にパーピンを引いちゃえば。そうです。十分可能性が。引けるかな。引っ掛けたよ。引っ掛けても意味がないんだよ。積もらないとダメなんだよ。パーピンなくなったのか。山0、パーピン0。パーピンさんも前飛んでるわ。小林が持ってるわい。あー、チーマ引きそうだけどね。いやー、6チッパやったみたいな。いやー、6チッパでもパーピンないんで一緒です。そうやった。しょうがないよね。残念だけど、ここまでか。まあ真珠するしかないですからね。しょうがないですよね。パーピンやったら、ここからもうあとさ帰れないんでね。うん、清水も降りてますからね。もう早め。ピンはさっき切れた。さあ、清水さん買っちゃいますよ。ウィーニングランですね。まだ何があるかわからんってことはないよね。すげえ出した、すげえ出しましたね、今。すげえ上に上げたよ、今。もうないっすね。すごい。積む番、はい、あと1回です、ね。あと清水がなんか、履いてを間違えて、振り。
テンパイとか振りてんとか開けろ開けろ開けちゃうみたいな、なんか勝っちゃった、勝ちましたね、はい、おめでとう、今までこんな拍手ありましたっけ、まあ、めったにないんで、バラ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 拍手してあげてください、はい、はい、というわけで、はい、なんだっけ、そうですね、そう、第2回の優勝者は清水プロとなりました、はい、そうですね、そうですね、決勝には清水プロが進みます、なんかあれですね、ミルの人が買ったのに、そうですね、はい、はい、おめでとうございます、はい、では、選手の方が帰ってきたら一人ずつ聞いていきたいと思います、はい、とこ見せた、とこ見せたね、とこ見せた、なんかもうすぐそのまま、あ、ね、そのまま呼びましょうか、でも小林さんから行こうかな、誰もいなくなっちゃった、誰もいなくなった、私一人でやるの、ちょっとお願いします、はい、お疲れ様でした、ちょっと待って、たぶん清水さん、誰か帰ってきてよ、はい、お疲れ様でした、何でした、いやー、1回戦力負けしたのが全てでしたね、うん、でもハイパイトータル的にずっと良かったんですけどね、良かっただけに前に出ちゃうよね、はい、うん、なんかありました、ここがみたいな、お疲れ様、お疲れ様です、うん、ドラガス走の時にサブロー走で張った時に先制リーチかましてなかったのが全てだったかな、ああ結局麻生さんにおかけられてる、3000契約、ね、はい、まあ結果は変わってないかもしれないけど、はい、僕はリーチした方がいいと思ってます、はい、あれは今でも、はい、あのナースナイフにするやつね、はい、と思います、あとボーンは止められないです僕には無理やね、はい、あれは僕も止められないね、あの清水のトイトイでしょ、はい、トントイトイ無理ですね、僕にも止められないね、あれリーチしなかったっけ、あれ違う、張ってたのか、張ってんばいしてた、あんまで張ったのか、はい、無理ですね、そっかそっか、あれなぁ、そう、あれなぁ、まだもう悪いとこなかったんやけど、今日はハイパイが良すぎたよね、そう、だから前に出る、ハイパイいいから前に出るからね、うん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 、そうですね、そういうのあったと思います、出る混ざったもんね、はい、耐える感じ、そうですね、仕方がないような部分が多かったんじゃないかなと思います、はい、はい、でもなんかもう一回参加型やな、あの月例会に、そうですね、まあせっかく、また来てね、まあ来たら大体出れるんで、広島からわざわざ来てる人たちをそんなんを出さないっていうことはないと思うんで、はい、はい、来たけど出られへんはないと思います、はい、大丈夫ね、はい、はい、また来てください、お疲れ様でした、ありがとうございました、はい、次は高井かな、高井さんかな、そうですね、高井くんですね、高井さんお願いします、お疲れです、 GP は打つよね、あれじゃないね、しゃあない。あれしゃあない、ね。清水の町秀逸です。秀逸ですね、あれ。あれはね。ピンズ激安。わっけわからん前図でウーパーピン受け残してもよかったんですけどね。うん、薄すぎた。うん、あれ良すぎます。良すぎますあれは、ね。あれは無理ですね。あの瞬間終わったですね。さすがにね、あれはちょっと。はい終わりって言ってましたけど、まあの人。8000はい終わり。すごい先輩。しょうがないよね。しょうがない。あれはかっこいい。あれはかっこいい。納得の8000。素直に今日はね。あれがいやただ今まで買ったことない男を勝たしてしまったんがちょっとそうやダメだ結構ねほんまにちょっとやらかしたっすね、そうなかなか勝つことないせめて麻生さん、ね、せめて麻生さんせめてもう勝たしてしまったねといやとうとう勝たしてましたうるさいのあるよ決定だやったねあの発生ねあしかもラスウェイやしなもう楽よねこうなるとああなるとラスウェイは辛いって言ってたんやけどねそれまではいやそれまではあの展開だったのまま行くと辛かったんやけど、ね、ちょっときついですねあれだけでも一気に変わっちゃうからまた8000ってもね1-2-1差でしょ、うん、そうマンツも届かずって届かずってあれがきついですねいやいやいや楽しかったですけどねまあそうですねまあ余裕面白かったですねこっちもいや、手は入ったんですよ、結構まあ、手は入ったもん対決は盛り上げたよねまあ俺も完全に俺ミルクやん、思ってこれ俺の勝ちやんな何がカンウピンやんやりすぎたなんでカンチーピンじゃないのカンチーピンじゃないですあ、そうウーピン引いたダマで、カンロソダマで、うん、ロソ引いたらカンウピンいいこと決めてたんですよ決めてたんですよ早かったでしょ早かったもうなんでカンチーピンじゃないの全員の頭に貼ったからあの、田村があ
俺きっとあのリャンピン引いた時のカウンピンの方が強いんでって言うて言うたけど、あっとパッと見たらリャンピンヘッド、リャンピンヘッド、リャンピン引くことなかなかない。いやでもあの赤いピンがあるでしょ。ああ、なるほど、赤いやつ、ね、赤いやつがある、赤いやつあれ狙ってたんですね。あっちね、あっちの裏ドラさえないのにあっちの方ね、なるほどね。そっか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 、はい、もういいか、はい、ありがとうございます。また頑張る、また出よう、また出ましょう、また来年、はい、また来年、めっちゃ遠いやん、7月やけど。また頑張りましょう。はい、はい、お疲れ様でした、はい、ありがとうございました。はい、そうですね、じゃあスタイリプロお願いします。負けたぞ。負けたけどかっこよかったですよね。なんでなんでなんで、サメちゃんにパーピンがめっちゃかっこよかった、あのゴロッチ、ゴロッチ、休めや言うて、そうなった、また面白くって、あのゴロッチ一瞬間嫁男前って、田村が言いたいよ、嫁男前よねって言うて、言うた瞬間に清水がひよって回ったみたいな、テンパってる清水が、あれ回ったぞみたいな、ごめんなさいチーピーみたいな、それに比べてみたいな、超面白かったよね。ああ、でも全然悪いとこなかった、全然打ててましたよね、うん、まあ、じゃあ最後の最後まで目もあったし、うん、ちゃんと打てったと思います。お菓子とかなかったよ、ほとんどね、まあ、ちょっとやんちゃしたところもありますよね。やんちゃしましたね、やんちゃしてましたね、トンパチやんちゃした、ね、やんちゃした、トンパチやるね、確かにね、行かない、まあ行ってもいいんやけど、行かなくてもいいっていう人もいてると思う。リャンソーイーソーの時、リャンソーイーソーが多分通るから回ってもよかったんやけど、そうね、街ないもんね、だって、そう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 、先輩料、そう、1500点みたいな、そうやね、しかもあのウーピンってあと残り30んで、ウーピンに繋がったらいいだけやから、リャンソーイーソーとしたけど、あんまりなくて、いや、ウーピン周りかあと30の引けんかったらもういいや、引ける可能性もあるから、そう、だからそう、ね、リャンソーイーソーでよかったな、リャンソーイーソーでよかった、まあ、上がりがないからね、うんうんうん、まあ、残り1巡ぐらいやったらもしかしたら1回残り一巡行きそうっすね、最後のだったら行きそうなんだけど、あれ、そうそう、まだ一枚あったらウピンでもいい、あったらウピン、あったら行く可能性は全然ある、全然ある、全然ある、うん、行きそう、だって決まる手やもん、もしかしたら、うん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 、そう、なかった、ね、いやあれちょっともうあれはたけ、うん、 でもそれあれ打ったおかげであの後まあ攻めるから、うん、気持ちがね、10年先まで降りひんでと思って、まあそうやね、気持ちが攻める、そう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 、気持ちが攻める、リーチ入ったけど降りひんからなと思って、うんうん、降りひんって2回入りましたね、うん、そうやね、うん、降りひん、うんうん、確かに、あのトンパチがちょっとあれやったな、まあでもやっぱり負けてたら攻めれるんでね、まあそれは良、うんうん、かったんじゃないかなと思いますけど、ショコン勝ちたかったのにな、まあ、いいやん、断念からあかんの、一番いいあかんのちゃう、うん、でもそれはうん、どっちでもいいで、どっちでも分かった、うん、負けたことが嫌なのね、うん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 、了解です、まあね、まあ、ミュウとしてはまあ一応一人ぐらい残したねあの前回楽しかったんで、そう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 、これ全員許可でいくぜと思ったのに、出社全員許可で決勝しようっつってせめて一人残したなと思われて、もう一回出れます、出られまた次回あのチャンスがあれば、うん、チャンスをまあ清水に作ってもらってください、うんうん、このルール面白い、面白い、まあ、よかった、それやったら面白いです、負けても全然嬉しくないんやけど、まあ勉強できるからね、まだ、うんうん、まだそれほど打ち慣れてないし、この新たな発見があると思います、うんうんうん、はい、はい、ありがとうございました、お疲れ様でした、もう番組閉める、じゃあ閉めようか、うん、じゃあうちここにしようと思うまでじゃあみんなえ、よっしゃ、今日の勝者、清水さん、はいはい、よいしょ、えててててまあ、まあまあまあ、まあまあ、今日はもうめったにないことなんで、好きなように言わせてあげましょう、言わせてあげましょうか、何か言いたいことあんのか、別に何もないっすよ、もう全然手も入ってへんかったし、まあ、決めるとこ決めて勝ったという、一撃で勝ったということを言いたいよね、今、いや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 、あのね、ソラシでしょ、あの2択もノータイムで3ピンバーン切って3ピンあっさり積もるみたいな、なんでやねん、面白い、あれどっちが良かったんですかね、一枚切れのチーピンの方、いやチーピンでもどっちでもいい、どっちもいい、マッチやから、そう基本的にどっちもいいから、どっちもいいんで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 ね、はっきり言って、それは
名札で買った。そうやね、名札ゲーしてましたね、ずっと。そうですね、名札王って誰やね。拾いましたけど、多分ね、見てる人が意味わかってるかどうかの問題があって、まあ、ね、ちょっと説明はしたけどね。しました、しました、しましたよ。しましたけど、なんかあの最後に行くにつれて、どんどんどん傾きがこう、そうね、急になって、まあ、まあ右肩上がりになってるんで、大体。まあまあ、右肩でしたね。まあ、たまに下がってましたけど、右肩下がり逆になってましたけど。まあ、これでようやく麻雀プロ一人、麻雀連合一人入ったんで、まあ、そうですね、次回から麻雀連合負けてもいい。負けても全然いいっすよ。負けてもいいってことですか。とりあえず、とりあえず勝ったんでね、一人が。そうですね、残ればいい、うん、危なかったですけどね、またね、まあ、かなり危なかった、もうちょっと嫁の麻雀タイムシフト見て勉強して、そうしましょう。いや、もうかっこいいから。じゃあもうあの手配がずるいわみたいなことばっかり言いそうですけど。手配がずるいわ。でもね、とりあえず得意のセリフやもん、それ。僕のあれ見てました。もうグケグケグケだって、グケグケはいや、グケになるように残していってんねん、もう本人も。まあ、ね、まあ、ちょっと、まあ7、8、9、8、9、7、9とか3式がある、3式がなんとか入って3式と一気通過を狙わないと。一気通過のね、ペンローマンは、ペンローマンは空でしたけどね。まあ、まあでもあのかっこいいリーチはあったんやけどね、あのカンニャンピンとかね。あ、そう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 、あれもかなり作ってのカンニャンピンやし、まあ、たまたま持たれてただけで、あれも、ね、もう出そうやったよ、ほんまに。めっちゃいい街ですよ、ね。いい街、いい街。阿蘇さんのやっぴんで。もうやばかったよ。うん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 、結構出そうな街だってましたけど。うんうんうん、まあ、どうこれから、今日は読み教えてあげるの、まーちゃんはこれから。いや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 。タイムシフト見ながら、こういう時はな、こうやってんとか。ブー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 、いや見ながらやったら言えるやん。見ながらこの肺の糸はこういうことやねとか教えてあげたら強なるよ、多分。地味に降りてただけですよ、僕。教えてあげたら強なるよ、彼女。教えられるところなんかないです。清水が強くなるから言うて。いやいやいや、もう僕より強いですよ。かっこよかったね、かっこいいとか。でもでもいい、まあ、男前でした、結構。確かに、まあ良かったですね、今日、はい。まあでも買ってよかった、ほんま。マジャネが一人ね、ほんまね、まあ、それがまたまたましみずだけど、負けるんだろうと思う。まあ、まさかのやったけど、まさかのやったけど、うん、まあ、はい、これからね、ちょっと解説してもらって、そうですね、松井さんに打ってもらおうか。まあ僕はこの前打ったんやった。そうだね、打ったんだ。この前打ったんやった。まあ、時間も、まあ、しあの、篠が打ちたいって言ってましたんで。あ、そうなんですね、まあ、と思いますね。おお、今、篠の篠野さんと、はい、申しますか。それでは、はい、集まってもらいましょう。そうですね、皆さんこちらへお願いします。一番に来たら、西ちゃんも来たらどうかな。西ちゃん当然来るんじゃないの。でもなんかこの辺から初日の出みたいなのしてくれてもらう。西ちゃん来ました、ね、そんなすぐ回ってたん。はい、あ、そう、入ろう。はい、大丈夫ですか、皆さん、はい、OK ですか。はい、何か告知とかありますか。はい、はい、どうぞ。広島のピースカップなんですが、8月予選、9月予選ともにまだまだ参加枠の方空いておりますので、よろしくお願いします。お願いします。8月予選は、関東より新人の岡田圭女流ツアーが参戦予定です。で、9月の前日予選は、以前紹介した4人の認定プロに加えて、予選から俺ら、いや、本戦シード。びっくりした。予選は以前は草場プロ、草場川崎ツアー、はい、清水プロ、そうそう、清水出るんです。それからそしてその、その他大勢、ミスタカとか、その大勢、もろもろ、教えてもらった人はそれ、ぴったりだ。ミスタカ出るんじゃないの。出ます、出ます。ちゃんと調べといてもらっていいですか。そうですね、メールを送ってもらったんですけど。大事なことなんで。ミスタカと田村は出るんですか。一応多分出ます。多分出ます。出よう出よう、もう関西勢みんな出よう。出ましょう。まあ結構出ます。関西勢が続々と参戦してくれるのでよろしくお願いします。お願いします。そして8月予選が8月6日で、広島にとって特別な日なので、うん、ああ本当だ、公共交通機関が混雑が予定されますので、時間に余裕を持ってお越しください。俺も思った。なるほど、難しいな。はい、あとは西坂さんは絶対喋り、ミューカップの本戦同様ネクタイ着用をお願いしておりますので、はい、ご協力をお願いします。お願いします。申し込みはどうする。そうですね、申し込みはここまで、こちらまで用意してね。申し込みはですね、広島カルチャースクール風鈴まで、
風鈴さんまで。風鈴さん調べればいいですか、はい、広島で風鈴って書けば。チリンチリンな風鈴。そうですね。広島風鈴で出ますか、まあじゃあ広島風鈴麻雀。出る。ヤフーで出ます、ね。ヤフーで出ます。はい、あと、はい、なんかありますか、これ。神戸やるみたいですね。上責任者やんけ。はい、ミューカップイン神戸、はい、予選がもう今週末から始まるのかな、7月23からですね。そうですね。はい、まあ詳しくはホームページで。多分分かってないっていうやつやな、今の。いやいや、分かってますよ。8月の終わりの方の日曜日と9月17と10月30、はい、これが予選で10月1日が本戦ですね。8月27と、まあこれまた申し込み先は、申し込み先はあの全部ホームページに書いてありますんで、そちら見ていただければ。そうね、ホームページって言うと間違いない。ホームページ、はい、ホームページ見ましょう、はい、すぐホームページ行ったらね。そうです。まだ枠どうなんですか。ちょっと今調べないとわからない。調べとけっつった直後にこれ。まあ多少空いてたわ。そうですね、多少空いてました。そうですね、多少空いてるみたいですので、はい、皆さん、あの時間ありましたらエントリーお願いします。はい、はい、あとは大丈夫ですか、後ろ眩しい人、眩しい人ですか。次のこれの次。そうですね、これの次、8月20。アップ戦で決まってたんですか。アップ戦でなんかどっちなんだろう。22か8月の22か8日かどっちか、8って言うてる。8ですか。8って言ってる気がするな。8月8パチパチ、お父さんの誕生日、パチパチの日、お父さんの誕生日、どうでもいい。全然聞いてごめんごめん。パチパチ、パチパチですかね。予定しています。予定です、予定をしております。まあ予定で、まあ詳しくは、はい、もうオファーはしてるんですか。もうホームページは、ホームページはないですね。あの無双のホームページどうなってます。ホームページ、無双のホームページ私めっちゃ送りましたよ。めっちゃ送りました。送りすぎやって言われました。ちゃんと矢後さんの言い訳今。いちゃんと徐々に送ってくれればいいのに、順番に送ればいいのに、愛が溢れて、一気にガーッと30件ぐらい。なるほど、考えるよと、やろう。徐々にできますので、あ、はい、ホームページできてるよって。あ、できてるよ。そうですね、無双のサイト一部の人だけいろいろプロフィールとかアップはされてますので、あ、みたいなので、ぜひぜひご覧ください。ホームページよろしくお願いします。はい、次回のゲストは、次回のゲストは、それオファーも OK もらってます。もらってる、声ないもらってるもん。もらってるらしい。大丈夫ですか。大丈夫、最高位戦、うん、日本プロ麻雀協会関西から、うんうん、あの人です。誰だ、三橋さんです。あ、全然覚えてない。ビッグワンベスト4に入った、決勝残った人、決勝残った、そう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 、はい、三橋くんっていうことになってます。コータプロに前回のこの放送の時に一緒に解説してくださった。あ、そうですね、なんか聞いてましたね。はい、うん、ひたすら僕と誰か喋ってましたけど、まあ喋らしたけどせっかく来てもらったのに。はい、大丈夫ですかね、はい、以上ですかね、はいはい、では本日の放送は以上です。放送皆さん長らくの付き合いありがとうございました。次回から麻雀連合月例会は無双と名前、次回からもう名前変えてますね。特設サイトも、開いてますのでご覧ください。はい、個人成績等もアップいたしましたので、配信が誰が一番強いかというのが今どこ死ぬんだろう。いやだって最近のしかないから。そうそう、私すっごい下に名前ありました。清水やん、上がり率とかもう悲惨な数字ですよ。いや絶対清水いいよ、ね、僕3回ぐらいしか上がってませんやん。いやでもあのトップ率とかもあるから、はい、大丈夫です。2連勝やんだって、はい、一目で分かるようになってますので、はい、リニューアルしたマジャネンゴ月齢会無双、次回もご視聴よろしくお願いします。一目で、はい、次回8月8日を予定しております。はい、じゃあ皆さん長らくのご視聴ありがとうございました。おやすみなさーい。これ初めて、清水さーい。なかなかない。